ボア赤は、爬虫港有林木ボアカに属する赤。模式属は、ボア属。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ソロモン諸島、パプアニューギニア、マダガスカル、東インド諸島最大種は、オオアナコンダで、最大全長が900センチメートルに達するとされる。最大でも100センチメートルほどにしかならないどうかの、スナボア赤に比べて総じて大型。 体型は、地上性の種では太いが、樹上性の種では細い。どうかの砂ぼは赤と異なり、赤外線受容体器官が、鱗とうろこの隙間にある。主に森林に生息する。種によっては民家近く等の様々な環境に生息する。ツリーボア族のように、完全樹上性種もいれば、成長に従い木のエセから地上性へと生活を変化させる種もいる。 砂棒は赤とは異なり、砂漠のような完全に乾燥した環境に生息する種はいない。逆に多湿な環境を好む傾向があり、アナコンダ族のように頻繁に水に浸かることを好む種もいる。植生は動物食で体の大きさに応じた魚類、両生類、爬虫類、鳥類,類、哺乳類を食べる。種によっては家畜や人間を捕食した例もある。 獲物が目の前を通りかかると素早く襲いかかり、長い体で締め殺してから丸呑みにする。繁殖形態は卵体制。マダガスカルボア族、アクランティフィスボア族ボア南洋ボア族、カンデアツリーボア族、コリュルス輝きボア族、エピクラテスアナコンダ族、ユーネクティーズサンジニアボア族サンジニアオアナコンダは人間を捕食した記録がある。飼育にあたって、 都道府県によっては条例により、地方自治体の許可が必要だったが、動物愛護法の改正により2007年現在、特定動物として指定された種を除いては飼育することに対しての法規制はない。特定動物には、オオアナコンダとボアコンストリクターが指定されている。黄色アナコンダは和名にアナコンダが入っており、特定動物と思われがちだが、動物愛護法で表記されている。 アナコンダは、大アナコンダのことを示しており、特定動物から外れる。そうじて低温と乾燥に弱いため、日本の冬は特に注意が必要になる。また大型で力が強いため、刑事の締め忘れや意外な隙間からの脱走にも気を配る必要がある。ありがとうございます。